このドリームスポーツデーはアスリートとの交流を通してスポーツをより好きになってもらおうと中津市で6年前から毎年開かれています。今日はサッカー元日本代表の福西崇史さんや元トリニータの高松大輝さんなど8人が参加し子どもたちと交流しました。サッカー教室では子どもたちが福西さんたちから直接アドバイスをもらい早速実践していました。自分のプレーに磨いていってとても楽しかったですね。教えてくださった皆さんが教え方がうまかったのでこれからもそれを生かそうと思いました。主催者は今後もこのようなイベントを開催して子どもたちにスポーツに触れ合ってもらいたいと話していました。